ておる。そしてそんな人々が行こう場所がこの土橋温泉じゃ。昭和の時代、貧しくとも豊かであった時代、湯気の中には笑顔があふれておった。2つの世界遺産を持つ広島は外国人にとって今話題のスポットです。ここ平和公園にもたくさんの外国からの旅人が訪れています。そんな旅人が心と体を休ませる場所がここにあるのです。外国人の方がいらっしゃいますね。ついて行ってみようかな。行ってみますか。こう国際旅人宿。あ、お、外国人の方いるわ。外国人の方いっぱいいらっしゃいます。こう国際旅人宿。あ、お、外国人の方いるわ。外国人の方いっぱいいらっしゃいます。はい、ハロー。どうもハロー。あれ、どっから来たんですか。スイス、はい、みんな、はい、すごい、わかんの日本語。ちょっとだけ。すごい。今日今はこれは何してるの。 What are you doing? Here. Visiting. はい。ビジット。はい、オーケーオーケー。ここスタッフさんとかいると思うからちょっと呼んでみよう。行ってみましょうか。おう、あら、おうおお、すごい寒い。おお、はい、えい、失礼します。あ、どうも。こんにちは。日本の方ですか。こんにちは。ちょっと今ね、はい、表にいるスイス人と話してたんですけど、はい、ここは何なんですか。ここはあの、ゲストハウスって言って、はい、あのバックパックを背負ってこう安宿を回りながら旅される方、はい、宿ですね。あ、宿なんですか、はい、これ。そうです、宿です。へー、こちらね。ここはあ、キッチン。ハロー。ハロー。ワッツ、はい、ハットどこから来たの？あ、オーストラリア。オーストラリアから。おー、オージーガールね。ビューティフルアイズ。失礼します。わー、これ完全に荷物とか置いてあるけど入っていいのかな？本当ですね。そうですね。アイデアなので。今泊まってんのかな？もしかして。でも今もいらっしゃらないですね。はい、もう旅行に出かけてるので。あ、じゃあもう本当にこの部屋はなんかくつろぐとかっていうよりかは寝るだけっていう感じなんですね。もう寝るのにお金をかけなくてもいいっていう方が来られますね。はい、どうですか、ギリギリですか。いや、でも215あるんで、ね、わー、さすが、相当でっかい人でも寝れますよね。はい、へー、個室。わあ、個室いいよ、いいですね。ちょっとした旅館のお部屋みたいね。こうやって布団敷くっていうのも外国の方は新鮮かもしれませんね。はい、森さん自身もそうやって海外に行かれたりとかっていうことがやっぱり多いんですか。そうですね、はい、海外にも住んでたので、その時にはこういう感じのを使ってたんですけど、布団はないですけど。布団持ってベッドですけどね、海外の。ああ、そういうことね。はい、へえ、日本にももっとできたらなと思います。はい、元旅館を改装してできた世界の旅人の宿 J ホッパーズ。今ここが世界と広島を結ぶ国際交流の拠点でもあるのじゃ。家臣山根も国際交流、男同士の裸の付き合いじゃ。ああ、どうも。あっち、レディース。メンズ。こう、レディース。どうもどうも。メンズ。青。どうもどうも。テレビを見ています。ありがとうございます。マイフレンド。おう。スイスから。スイスから来た。うん。1人いくらですか？400円。5人。はい。じゃあ2000円ね。2000円。すいません。はい。ゴー。山根よ、世界の若者に日本の伝統銭湯のしきたりを教えるのじゃ。で、まずボディウォッシュ。
人とたまたまゴールゴールでゴールね。よしよし、 OK、 レミーよし OK、 これジャパニーズスタイル TG U、みんな向こう向いて、向こう向いて、そう OK、 あれ